伊佐市の菱刈保育園でケーキ作りの実演が行われました。子どもたちに食の大切さを知ってもらおうという食育学習の一環で行われたものです。お菓子屋さんに来てもらい、クリームやスポンジを作るところから、きれいにデコレーションしてケーキが完成するところまでを勉強しました。子どもたちは美味しそうなケーキが出来上がっていく過程を目を輝かせながら見つめていました。撮影は伊佐市の MBC ふるさと特派員坂本勝子さんでした。